こんにちは。画面は今シェアしていますか？映っていますか？大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。どうぞ。はじめまして、こんにちは。バングラデシュの、アラムです。ダッカ大学で日本語を教えています。で、今日はバングラデシュにおける、日本語教育について、特にこのコロナ事態でどうなっているかについては簡単にご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。で、主に4つのポイントに焦点を当てた話を進めていきますが、まあ、3番のこのニューノルマル時代の日本語教育は中心になるかと思います。で、その前にちょっとバングラデシュの日本語教育、あるいは、ね、国の基本事情も含めて、最新動向も簡単にお話しさせていただきます。まあ、国としてはあまり広くないんですが、人口は1億6000万人以上で、人口密度は非常に高いです。全国の 98% の人はベンガル語母語話者で、イスラム教徒が9割以上を占めされています。国の外国語教育事情は簡単に言うと、まあ、日本語は独立してから50年近く教育されていますが、2017年からは専攻課程も導入されて、大きな変化が起きています。それ以外にもいろいろな外国語を教育されています。で、バングラデシュの基本、日本語教育の歴史にもいくつか重要なポイントを取り上げていますが、画面を見ていただくと、2016年の日本語教師会の設立、そしてダカ大学現代言語研究所で日本言語文化学科の設立が大きな出来事だと思います。まあ、その後、TTC、テクニカルトレーニングセンターなどで日本語の講座が始まったことも、結構日本語が広がっていることがわかるかと思います。あと、去年ですね、2019年のは、日本語教師会がジャパンファウンデーションのサクラネットワークのメンバーになったことも申し上げたいと思います。で、バングラデシュの日本語教育事情は、まあ、これ国際交流基金のデータからのものですが、簡単に言うと、ですね。これか。はい。まあ、1993年から、まあ、25年ぐらいかな、のデータですが、まあ、ご覧のように、どんどん伸びていっています。で、教師数も、現時点で200人以上で、学習者数は4800人超えています。これはまあ2年前の調査です。で、そして能力試験を受けている受験者の数字を見ていくと、まあ、これもかなり増えていると思うんですが、2018年から2019年はちょっと減っているかと思いますが、これはまた別のスライドでご説明させていただきますが、ちょっと別の理由がありまして、理由が考えられます。で、また国際交流機器のデータも主に見ていくと、学習動機のほとんどは日本で留学すること、日系企業で働くことがほとんどで、これはこの20、30年というか、ずっと前からほとんど変わらないですが、一つご紹介したいことは、学習動機の動機的な動機からは少しずつ統合的な動機に変わっています。つまりアニメ、いけばなとか盆栽とかそういうものには興味を持っている人が少しずつ増えていますが、もうそれまだ多分1割以下かもしれないですが、で、さっきのその JLPT の能力試験のあれですが、データですが、ほとんどは N5 とか N4 の学習者です。で、2018年からさっき申し上げました、2009年、19年に少し減ってきていますが、この2つだけ比較してみると、実は N1 が 33%、まあ 30% ぐらいは減ってきていると思うんですけれども、他はほとんど倍ぐらい伸びています。で、つまり何らかの理由で、これはなぜ教育に減ってきているかちょっと私にもわからないですが、でも国の日本語教育はまた今、日本に行くチャンスも増えているし、また専攻課程などの影響もありまして、
逆に N4 から N3、N2 ぐらいのところは結構2倍ぐらいは増えているかと思います。まあ、N1 はまたほぼ変わらないです。で、最新動向をお話しいたします。で、一つは、これ、4年前、ダッカ大学で専攻課程ができたことによって、さっき申し上げましたように、まあ、この専攻課程も GLPT の上級レベルの日本語能力、そして日本言語文化に関する知識を目指しています。で、これで今年ですね、1期生の学生、3名が文部科学省の研究生として在バングラデシュ日本大使館に推薦されていることは、結構大きな、まあ、動向というか、日本語教育の学習者にとっても、私たちにとっても、これは、まあ、ビッグニュースです。で、これもバングラデシュの歴史で初めてです。このように、日本言語文化、あるいは日本語を専攻した人で3人も、大使館の推薦をいただくことは、本当に、まあ、珍しいというか、まあ、嬉しく思っております。で、そして、先のグラフを、表にも示したように、JLPT の中上級レベルの学習者が増加していることも、この専攻課程の影響かなと思われます。また、技能実習生を送り出しているし、また特定技能の MOU、あるいは MOC なども、国、日本とバングラデシュ、国内で、国同士での、そういう協定が、結ばれていることが大きな変化です。で、同じように IT 技術者の送り出しも結構日本語教育にも影響を与えていますが、まあ、ただしこの IT 技術者の人々の日本語教育は JICA がちょっと JICA のプロジェクトで BJET というプログラムができますと、そこで管理というか教育が行われています。で、また、日本語教師会ですが、日本語教師会も、この4年前はできまして、で、勉強会、セミナーなどを中心に行われていますが、まあ、これからも、中立の立場になって、バングラデシュの日本語教育を支えていくことが、私たちも期待しています。まあ、私は教師会のメンバーでもありますし、また、大学の教員でもありまして、実は、国内でも、いろんな環境があって、どちらかが中立の機関とか組織がないとなかなか人々を集めてみんなで一緒にやっていくことは難しい状態です。で、ジャルタブは教師会のことですが、こういうふうに、まあ、小西先生が来ていただきまして日本語教育セミナーをやったり、で、この間、まあ、去年ですけれども、桜ネットワークのメンバーにも慣れて、まあ、今年はこれ新しいまた証明書が届いていますが、まあ、こういうふうに、まあ、これはあれですけれども、オンラインでの授業、ミーティングなどもやっています。で、これから今、今日の話中心的な話が始まりますが、ニューノーマル時代の日本語教育ですが、一応コロナの時期ですね、この新型コロナウイルスで、おとといまでですね、のデータで、感染者が41万人以上で、死亡者も6000人超えています。だから、まあ、これは政府のデータですから、これはどこまで信頼できるか、それもありますけれども、一応これが、まあ、多分最低の数字だと思っていただければ、確か、まあ、と思います。で、そして他にも、何回もノックダウンになったり、あと解除、されていますが、結局3月17日からは教育機関が閉校のままです。これは小学校から大学まで全ての教育機関は今も授業が行われていないですね。大学あるいは学校は閉校のままです。で、ロックダウンは解除、一応解除されて、通常の生活に戻れたというか、事務所とかいろんなことが通常のあれに戻ったんですけれども、救急機関は閉校で、そこでもオンライン授業が導入されています。で、このオンライン授業は、6月上旬からは始まっています。場所によって大学、あるいは救急機関によって、まあ、
ちょっと差があると思いますけれども、ほとんどは6月上旬から始まっていて、で、明確な指示がまだないですね。義務付けられてもいないし、そういう問題いくつかあります。で、その中で最も大きな問題は、学習者の出席率はもう半分以下です。まあ、たまに2、3割しかは参加できないというか、参加していないことが現状です。で、そこでは、まあ、どうすればいいか、まあ、私たちの悩みですね。で、私は、そこでちょっと簡単な調査をやりまして、まあ、また、調査のまとめなども最中ですけれども、まあ、それの一部はご紹介したいと思います。で、9月から10月にかけて、学習者32名と教師12名に、半講座会インタビューを調査しました。オンライン授業の主に短所と長所を聞いて、そしてどういうふうに改善できるかなどを伺いました。で、学習者側の意見として、まずは短所については、まあ、デバイスが不足している、インターネットが高いという、まあ、彼のことですが、データのことです。電波が悪い、サボりやすいとか、これは、まあ、意外なあれだったんですね。サボりやすい学習者がそう言ってくれたんですね。例えば、ビデオをオフして自分が別のことをやっているとか。で、そこまで私たち、まあ、想像はしていたんですけれども、でも学習者が本人たちが自分からそう言ってくれたんですね。で、また教師たちは技術に慣れていないことが、まあ、教師たちのやり方についての不満ということもあったんですね。で、教師側の意見としては、出席率が低い、電波が悪いとか、モニターしにくい、ずっと話しっぱなしで疲れるということが ありました。で、また、長所も伺いました。で、学習者側からは、大学とのつながりで精神的に落ち着く。自宅から授業で助かる。まあ、これ、骨自体の話もありました。ダッカ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、ダッカ大学だけで、往復で3時間、4時間かかる学習者もいるので、そういう面は助かりますというふうに、まあ、意見がありました。また、新しい技術を学んでいると、あと、授業中のインタラクションが十分、というコメントをいただきまして、教師側はどこからでも授業ができると、休日でも夜間でもできることは一つの重要なポイントとして取り上げています。実は今ほとんどというか多くの教師は週末も授業しています。で、少人数のクラスをモニターしやすいです。ここは本当にモニターしやすいとしにくい両方のコメントがありました。で、改善すべき点について学習者側からはデバイスやネットの確保です。で、授業時間、あるいは試験などは具体的なスケジュールが欲しい。学習者中心の活動が増加してほしい。教師のオンライン授業の技術が慣れることが期待されていて、教師側からは学科大学からの明確なスケジュールやガイドラインが欲しい。学習者、教員両方のデバイスの確保、オンライン授業についての研修などがありました。で、また、私の、まあ、まあ、あれですけども、またまとめて、印象というか、教師自身がオンライン授業に慣れていないことに、意識していないことが、ほとんどの教師の話から、伝わってきました。で、オンライン授業のについて、自由記述のところで、まあ、面白いというか、とても興味深い発話がありました。で、学習者は、ロックダウンで本当に落ち着かない。もう我慢できない。早くキャンパスに戻りたいということと、僕は友達が少ないですが、ズームでクラスメートの顔を見た瞬間、自分がまだ生きていると感じた。とか、何もないよりオンライン授業でもあった方がいい。と結局同じ授業をまた教室でやってくれるでしょうというコメントがありまして、教師側からは、学生だけじゃない。僕たちもデバイスが足りない。恥ずかしくて言えないが、これはほとんどの教育機関は、学生のためはいろんな、まあ、いろんなというか、多少サポートがあります。留学、同窓会から、大学から、機関からのサポートがありますけれども、教師のためはほとんどないですね。で、ニューノーマルがノーマルになってからも、オンライン授業のメリットをうまく利用すべきだとか、あと、教師研修のことが取り上げられていました。で、全体的なまとめとして、課題としては、オンライン授業で有効なやり方を含む、教師たちの日本語能力、教授法の知識を上達させることは一つの大事なことで、そういう、まあ、いろんな学生とか機関の徹底的な調査が必要と、
日本語教育から教育研究、あと地域とか国レベルでみんなの位置づけ、役割などを具体化することが課題で、一番最後のスライドになりますが、これは日本語教育に携わる機関の座談会を提案したいと思います。これ今まで私は在バングラデシュ日本大使館、あと、まあ、ジェットとかジャイカ、まあ、知り合いの人々だろう、一応いろんな人との関わりも、ネットワークもありまして、今声をかけていますけれども、実は、今ここ一番、私から見ると、左の下側ですね、ダッカ大学の3つの機関にも日本語を教育されていて、日本言語文化学科と日本研究学科、国際関係学科など、他にもいろんなところでいろんな目的で日本語教育が行われています。レベルも違うし、目的も違うし。だから、どこで何が期待されているか、私たちどこまでできるか。だから、そういうことは多分、携わる人々や機関の中で、そういう一つ座談会、まあ、ラウンドテーブルディスカッションみたいなものがあったらいいな、というものを提案したいと思います。多分15分になってしまったかもしれませんが、ご清聴ありがとうございました。